ジャン君、ネット経由でジャン君の、動画をですね、テレビの方で使わせてほしいという話がありました。で、いいですよということになり、データを送りますかっていうと、もう、取ってあるということなので、どうやらですね、ジャン君を紹介ではなくて、ジャン君のような、シャーシャー言った子でも、まあ、この子は3年もかかって、いい子になりましたよ、という動画になるそうです。他の動画の、まあ、スパイスとして使われるというようなことなので、そうね、ジャン君、ほんの数十秒ぐらいは出るかもしれないね。おめでとう。今回の、テレビに関しては、ポンちゃんはないようですよ。ジャン君のあの派手なシャーシャー、あれが気に入ったんじゃないかと思うんですが、それとまあテレビのことですんで、実際はなしっていうことになることもあります。これはもう過去にね、何度か経験をしていますので、今のとこ許諾だけ取ったということだと思います。窓の外にメジロがおります。レンズが届いておりませんが、わかるでしょうか？メジロちゃん2人。あ、ちょっと下がっちゃったよ、カメラが。よいしょ。メジロちゃん。近づいたら逃メジげるロちかゃんかな？な？昔さ、うん。東京のベランダにも来たよね。そうだね。うん。ここのメジロは随分くつろいでるな。やっぱね。り安全なんだね。おったりしてます。東京では結構ビクビクしていたと思います。メジロちゃん。よかったね、ポンちゃん寝てて。そうだね。ポンちゃんだったら飛びついてたね。なんかひよちゃんの時ね。ちょっと小ぶりかな。あ、もう一匹。あ、ほんとだ。あ、さよなら。今残ってる子ちょっと、あれかな？お子ちゃまかな？